どうもです、はい。先日ですね、皆様にお伝えさせていただいたようにですね、ちょっと謎のまた病といいますか、はい、息苦しさの件なんですけども、はい、いろいろ本当にコメントたくさんありがとうございました。で、本当にそのコメントのおかげでいろいろ自分はこうなんちゃうかなっての分かったんですね、はい。あとプラスちょっとセカンドオピニオン、まあ、違う病院も行こうって決心できたので、本当にまずはコメントをたくさんいろいろくださった、ご心配をね、くださったコメント本当にありがとうございました、はい。で、昨日行ってきました、病院へ。で、木島君もすごい頑張ってくれて、もういろいろ調べてくれて、はい、もうその結局選ばせていただいたのが、まあ、アレルギーの呼吸器内科的なところの、うん、もう専門の病院があったんで、うん、そこに行ったんですけど、やっぱすごかった、うん。もうその調べ方がやっぱり1回目行った病院と全然違くて、これ別に1回目の病院が悪かったわけじゃなくてね、はいはいはい、その専門的なところだったので、うん、もうその呼吸でなんかいろんな数値出したりとか、あの、まあ、血液検査とかもしたんですけども、で大体、まあ、100% かどうかあれなんですけど、分かりました原因が、うんうん。ですね、ストレスですね、ストレス、うん、メンタルっていう部分で、まあ、僕がやっぱり行った時も結構こう呼吸がおかしかったんですよ、うん、ちょうどなんかやっぱり、うん、メンタルやられてたのかな、分かんないけども、うん。でそのもう呼吸の仕方の時点で先生的にはこれはもうメンタル的なものですねってなったんですね。でいろんな数値を測った結果、やっぱり改めて喘息はちゃんと直した方がいいってなった。結構数値がもう僕異常まではいかないけど、うん、でも木島君もね、はい、一緒に来てくれたんやけども、うん、これは絶対治療した方がいいっていうことで、はい、喘息のお薬とあとその安定剤的なものをいただいてですね、うんうん。で、昨日から飲み始めたんやけど、うん、若干まだしんどいんやけど、うん、だいぶマシになった。そうですね、やっぱりえらいもんで、うん、はい。なのでまあなんだろう、パニック障害とかそういう名前は言われなかったんですけども、まあ、メンタルから来るものっていう、まあ、疲れだったりとか、うん、っていうことが原因だったっていうことですね。本当にご心配おかけして申し訳ございませんでした。で改めてせっかくだったら、まあ、アレルギーも強いお医者さんだったので、血液検査してまたもう一回行くんですけど、そこでちょっと一回細かく調べましょうっていうことで、いろいろアレルギーがあるんですよ、はいはい、あの動物の毛とか、うん、そこも全部出るわ、うん。だからまた出た時にもまた動画撮ってもいいですし、はい、でとりあえずその安定剤を飲みながら、様子を見ましょうということなので、現状でもだいぶ良くなってんちゃうかなって思いましたね、うんうん、はい。なので、今すぐちょっと休まなあかんとかそういうことにはなっていませんので、ちょっと気をつけながら頑張っていきたいなと。こうやって喋っててもやっぱちゃうもん。あ、本当ですね、今までと、まあ、ちょっと今しんどい状態なんやけども、うん、あの今までと全然違う。この最近、うん、最近喋ってても結構こうふーってなってたりしたから、ね、あのだいぶ良くはなりました。すごいな、うん、やっぱりお薬ってな、うん。あとやっぱり行かないといけないですね、病院にちゃんとね。ちょっと異変を感じたらね、うん、そう、皆さん見てる皆様もね、結構コメントなんでもあの同じ症状の方もいらっしゃったのよ、うん。だからあの病院に行ってですね、僕の場合はそうでしたけども、その安定剤的なものでよくはなったのでですね、あのもしこれをこの動画を見て僕も私も行ってみようと思う方がいらっしゃればですね、ぜひ病院に行ってみてください。ご心配おかけして申し訳ございませんでした。じゃあ大丈夫か、ちょっとごめん、しんどなって嘘つけ嘘つけ